はい、ということで今回は岡山県苫田郡鏡野町中谷にございます中谷神社さんに来ておりますということで、今回皆様と一緒に参拝するこの中谷神社さん、御祭神は、はい、瀬織姫の御事がいらっしゃいます。ご本殿の方はね、イザナギの御事、イザナミの御事ほか11柱、そして、こちらにね、後でご覧になっていただくんですが、こちらのね、拙者さん、末者さん、こちらございまして、今は稲荷神社と書いてありますが、こちらの方にね、瀬織姫の御事がいらっしゃる、そういう神社でございます。この日はね、雨というか曇りの予報だったんですが、なぜかこの本当にこの中谷神社さんだけ大雨になりまして、まあ大歓迎を受けたのかなというふうに、考えております。私ね、今残念ながらあまりにも雨が激しすぎまして、ここの時は傘を差しておりますが、一部では傘を差しておりません。このね、傘を打つ雨の音が突然消えますので、あ、ここでは本当にこいつ傘さしてないんだっていうのがね、お分かりになるかと思います。そして今最初にあった鳥居、このすぐ手前のね、右手に沈めの岩と言いまして、こちらは瀬織姫が宿っていると言われる、そんな岩でございます。そしてこの階段見てください、結構急ではないですか。結構急ではないでしょうか。というのはね、これ実は私、この時は、大雨が降ってる時は、宮司さんとまだお会いしてない、話をしてなかったんですが、この後ね、雨が急激に弱くなりまして、その時に宮司さんとお話をね、結構しました。はい、この日はね、ご神事がある日だったんですが、3、40分もっとかな、話をいたしました。はい、ということで、まず手をお清めください。この時はね、本当にね、参拝を終えて、もうね、撮影も終えて帰ろうかなという時に、下にね、人がいらっしゃいまして、宮司さん、見たこと、お会いしたこともないので、宮司さんかなと思って、宮司様ですかって聞いたら、違いまして、氏子さんでね、もう来てないですかって言われて、まあ、この時まだちょうど来られてなかったんですが、お電話までしていただきましてね、はい。その後、先ほど言いましたように40分、もしかしたらもっと長いですね、お話をさせていただきました。様々なお話をさせていただきました。そして、まだここでは明かせないんですが、年内に私、もう一度行きます。そこはね、とてつもなく対策。はい、とんでもなく、私以外の配信者だと絶対に皆さんにお届けできない、そんな動画をお届けできる、そんな予定でございます。はい、ということで今回はね、先ほど言いましたよね、本当雨の予報ではなかったんですが、大雨が降りまして、はい、とっても気持ちのいい参拝ができました。はい、今回はね、ちょっともったいぶった形になって大変恐縮でございますが、このご本殿の方はイザナミの御事を含めての他に11柱ですね。そしてね、江戸時代は森家、あの森蘭丸のね、森家ですね、森家とか松平家に、非常に深く崇敬されていたという神社でございます。しかし、今の鏡野町というのはね、人口が1万2千人ぐらいでしょうかね。まあ、はっきり言って、岡山県の県北でもう今、過疎になっております。しかしながら見ての通り、美しくなかったですか、鳥居から上がってくるとき。私ね、全然初めてで想像もしてなかったぐらい綺麗でびっくりしましたよ。まあ、後で氏子の方ともね、お話をしてるので分かっているんですが、とっても皆さんが大切にしていて、そして今26代目の宮司さんもとっても真面目な方で、はい、毎日朝早くからいらっしゃってる。で、今のね、宮司さんの、まあ、お師匠さんと言っているのはおそらくお父様というよりおじいさんの話いっぱい、お聞かせいただきました。はい、で、話変わります。こちら。わかるかな？今ね、稲荷神社と書いてあります。稲荷神社と書いてあるんですが、こちらに瀬織姫が一緒にね、お祭りされています。そして、瀬織姫はね、例えば明治になって合祀されたとか、そういう話ではどうもないようですね。この
中谷神社さん、名前がね、中谷になったのはそんな昔ではないんですが、もともとは800年ぐらい前に、創建されている神社でございます。宮司様とね、お話をしている限り、それよりも前から、水神、竜神としてお祭りされていたのではないかというふうにね、思われるということでございます。というのが、ここにはまたね、白竜伝説がございます。天ヶ瀬というのかな、伝説というのがありまして、ここはね、やっぱり雨が降らない日照りの時に、天さんがね、この近くにお住まいで、その天さんが、まあ、実はこの近く、すぐ近くにね、山があって、そこにね、池があるんですね。で、そこで雨乞いをしなさいということをおっしゃったそうでございます。で、村人が雨乞いをしたところ、大きな渦がぐわーっと巻いて、そこからね、竜神がバッと現れて、天に登っていったという、そういう伝説があるそうです。で、当然言うまでもなく、大雨が降ったということですね。で、その時に出てきたのが白竜さんでございます。はい、ちょっと話変わりますが、ここ、地神と書いてあります。地神ですね。岡山はね、地神って書いてある石がね、いっぱい出ます。いっぱい出ます。ぜひね、それもご覧になっていただければと思います。はい。で、話を戻しますと、で、大雨が降って、そして三段の滝ができた。ですね。はい。三段の滝ができまして、今もその滝は実はあります。そして、この、池の跡なのかもしれないんですが、それがまたお近くの山の上にあります。あります。それを聞きました、私。わかりますでしょうか？私はね、他の配信者と違ってね、徒配しますよね。むちゃくちゃ徒配しますよね。はい。もうわかっていただけるかと思います。このね、白竜伝説。そして、実はこの中谷神社さん。セオリツ姫は、高岡神の神がセオリツ姫だと言われているという神社でございます。では、ご参拝ください。はい、ご参拝いただけましたでしょうか。で、この後ね、私まだ宮司さんとこの段階ではお話をしておりません。で、この後に宮司さんとお話ししたんですが、先ほど言いましたようにね、この神社では高岡の神が瀬織つ姫だと言われているというね、とってもね、なかなか聞きませんよね。水派の目が瀬織つ姫と同じ神ではないかということは聞きますが、この中谷神社さんではね、高岡の神が瀬織つ姫だというふうに伝わっております。皆さん覚えてますか？私、30番神の話をしました。最長が決めた30番神。9日生まれの方は、貴船神社が、守護神社でございますよ。そして守護神社である貴船神社の御祭神は、お神の神、高お神でございます。従いまして、中谷神社さんに来ると、お神の神、瀬織つ姫が、皆さんの守護神ということです。コメント書いていただいた方いらっしゃいましたよね。9日生まれの方。おめでとうございます。ということで、この後また稲荷神社さんに瀬織つ姫祀られているので、もう一度稲荷神社さんに戻りますんでね、もしよろしければご参拝ください。他にも、家具土の神いらっしゃいます。あと宇賀の御霊もいらっしゃいます。どうぞご参拝ください。はい、ご参拝いただけましたでしょうか。本当はね、むちゃく
ちゃいい話もね、宮司さんからいっぱい聞いてるんですよ。だけどもうあまりにもね、時間がなくてできません。ということで、次回を、まあ、年内になんとかね、皆様にお届けできると思っているんですが、この時は長尺になると思います。そして、その時にはね、今回宮司さんから本当にね、素晴らしいお言葉も教えていただいております。それも皆様にね、お届けしたいと思います。こちらのね、稲荷神社さん、今ね、ミツバチがいて、ミツバチを狙ってね、スズメバチも来ております。私は別にね、スズメバチも含めて、怖がらないんで平気でいますが、皆さんはちょっと本当に気をつけてください。ということで、次回、年内にお届けできると思いますが、他の方とは絶対にお届けできない動画をお届けします。その時には、宮司様から教えていただいた、とてつもなく、とんでもなくお役に立つ、嬉しくなるような言葉も皆様にお伝えしたいと思います。ということで、私、毎日18時30分に全国のどっかの神社の動画を公開しておりますので、チャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは、失礼いたします。失礼します。